暑いね。溶けちゃうよ。大丈夫？大丈夫だね。こんにちは、平山茂です。今日は7月13日、火曜日でございますね。時刻は2時30分です。皆様どうも、本日もお疲れ様でございます。お疲れ様でございます。いやー、今日は暑いですね。ちょっと昨日の天気とはね、真逆でびっちり晴れております。まだまだこれから暑くなるのかななんて思うとね、本当に死んじゃうななんて思ってるんですけれども、そんな話よりもね、ちょっと皆様気になってるものがあると思うんですけれども、こちらですね、熊さんと出会ってしまいました。熊さんと新しい仲間ですね。平山茂の新しい仲間でございます。いやー、喋るんですね。ちょっと今全然喋りませんけども、たまたまちょっとね、出会ってしまった、目が合っちゃったんですね。リンゴなんか持っちゃって、かわいい。リンゴ、これさくらんぼ。ちょっと照れてますね。照れちゃってるな。ちょっとね、名前を募集しようかななんて思ってます。この子の名前を、かわいい名前がいいよね。かわいい名前つけてほしいよね。あー、かわいいですね。こんにちは、平山茂です。これからもよろしくね。僕の名前を募集します。え、なんだって？僕の名前を募集します。え、なんだって？かわいい名前にしてね。はい、ぜひ名前を募集、名前を募集します。お願いします。大丈夫？え、なんだって？大丈夫だよ。大丈夫。明日も一日頑張りましょうね。やればできる。かわいいな。え？え？なんだって？ぜひ名前を募集します。それでは皆さん、また明日。おやすみなさい。平山茂でした。